はい。どうもです。あ、えっとね。<laughs> これ、あの、マジックがついてるだけ。えー、買い物大好き。親父でございます。全然言えてない。はい。えー、今日はね、あの、月1の病院に行って帰ってきました。えー、2月14日、火曜日、バレンタインデーでございます。今日はね、買い物のね、商品ちょっと少なめではあるんですけども、その中でもね、どうしてもちょっとね、あのー、 お話ししたいなっというものもあったので、うん、ただね、ちょっと購入品少なくて尺が短くなるので、えー、バレンタインにちなんでね、もらったチョコレートたちを、もう本当にね、どぎりチョコですよ。うん、いつもあのー、こっちが勝手にいろいろね、あのー、プレゼントをあげてるのを申し訳な、申し訳なく思ってね、 いいただいたただチョコレートたちです、うん、申し訳ない、うん。見返りが欲しくてあげてるわけではないんだけどね。申し訳ない。うんまあ、でも、もらえるとやっぱり嬉しいですね。はい。ってことで、ちょっと紹介していきます。はい、こちらね。えー、スナック積み合わせ M スです。やはりね、駄菓子が値段が上がりまして、このパックもね、お値段上がったんだけど、30%引きでこの値段であればね。 まあ私が大好きな玉ねぎさん太郎はね、ないんですけどもね。まあいろいろ美味しいものが入ってて、この値段ならね、いいであろうってことで、えっと、5、6個あったんだけど、2個だけね、買ってきました。これ餅太郎バージョンか。あの、チョコのが入ってるのが結構好きなんだけどね。うん。で、これちょっと美味しそうだったから買ってみました。パスコの今日のデザートにしようかな。 カスタードホイップドーナツ。もうこれ系の好きなんですよね。アンドーナツとかさ、こういう系のやつね。ミスドでいうエンゼルフレンチみたいな。エンゼルフレンチはこんな図だと送ってないかな。<laughs> まあでもこういうのが好きなんですね。で、これカスタードホイップってことでね。うん。これをね、ちょっと安かったんで。買ってきました。そしてね、こちらは明日のお仕事のドリンク用でね、とろけるカフェオレです。 はい87円と安かったんで購入です。で、私大好き、ダクターペッパーです。ダクターペッパー。医者いらずとね、うん。医者いらずなんて言われたことないか。はい。で、まあ、1日分の野菜ということでね。うん。はい。血圧を下げるのにご了承しておりますけども。で、あと、まあ、これだ。今日の晩ご飯でね、もう何食べたいか分かんない。とりあえず肉買っとけってことでね。 150g ぐらい。ちょっと何にも考えてないんだよな。あのね、野菜じゃない。魚行きたいのよ、本当は。お刺身とか行きたいんだけど、高いんだよね。高い割にはそんな新鮮さを感じないから、どうせお値段を出すんなら、それなりに美味しそうなお刺身とかはね、買おうと思うんだけどね。なかなかないんで、結局肉を買ってしまったと。で、これがちょっと安かったんで買ってました。丸大食品。あ あれもマルダイがやってたっけあの、ドン・キホーテのさ、メガドンキで買ったマックに似てるチキンナゲットみたいなの買ったじゃないこれはね、えっと、400g 入って、これもレンチン OK なのよ。でもこれ同じではないあ、ケチャップ買うの忘れた。まあ、いいかケチャップじゃなくても食べれるから。400g 入って、あとで動画見,見直そう。オーブントースターでもいいし、 電子レンジでもいいよーっつうね。うん。油揚げでもいいよーっつうやつね。400g で29%。広告の品で29%で 400g だったら、まあいいかなーと思って、ちょっとね、買ってみました。うん。でとなんだっけこれだ。これね、多分ね、焼きたこ先生がね、動画で、ショート動画で食べてたんだよね。これ多分これだと思うの、ね、よ。じゃがばり。で、これがね、あの、ドラッグストアで、安いドラッグストアだから結構安かったんだけど、 だいぶ時が経ちまして、えー、安売りコーナーからさらに安売りコーナーに移動して、118円か128円ぐらいかな。まあ、10円か20円ぐらいしか下がってないんだけど、それにしても、定価で買うよりは茶分。茶、茶分って言っちゃった。<laughs> 茶分ってなんだろうな。はい。えー、定価で買うよりは安いと思ってね。ポテルかうん。コンソメ味。まあ、コンソメしかなかったんで、コンソメ味を買ってきました。 でコンソメ味だったんだけど、買ったんだけど、これ買った時も味はね、見てないよ。だってこれしかないから。うん。そしたらさ、ポテコが安かったのよ、68円でね。で、こないだ食べてた、じゃがバターポテコがめっちゃ美味しくてさ、そこと同じ系列、系列っていうか、同じ店舗じゃないんだけど、場所は違うんだけど、同じお店の名前のドラッグストアに行ってね、ポテコのじゃがバターがめっちゃ美味しかったんだけど、ここはさ、コンソメが置いてたのね。うん。だからコンソメ買ったのよ。 うん、そして、あの買い物終わって袋詰,袋詰めしてたらさ、コンソメだったのよ。だからダブルコンソメにはなってしまったんだけど、うん。まあいいんだけどね、コンソメ味好きなんでね。うん。はい。でね、何を言いたかったかって言ってこれ。お餅問題話したでしょお餅にきなこきな粉が待ってるからきな粉を使いたい。ただ、砂糖がないから、砂糖をどうしようかなと。 うん、スーパーで買うとさ、うん、200円いかないぐらい、150円から200円ぐらいの中で 1kg で、えー、まあ、砂糖が売ってるんですけども、うん、1kg はね、そうは使わないと、うん。使い終わるまでに2、3年かかると。うん、で、高くて少ないのがあっても、それなりに入ってるんだけど、まあどうせ、あなのでね、100均でじゃあ、 少ないのがあったら100均で買おうっていう話をしたと思うのよ。うん、で、言ったらこれ198円ぐらいだったのよ。で、量もまあまあ入ってんの。200g ぐらい。あれあの砂糖って 1kg 入ってるサイズ的に 1kg 入ってんのかなうん。ほら、これ。和三本っていうのがあるでしょうん。それは多分関係ないのよ。<laughs> それは関係ないんだけど。うん。え和三蜜糖っていうのさ。 見たことなくてさ、ちょっときな粉っぽい色なんで、きな粉と混ぜた時の色合いがわかんないんだけど、まあでも見てみるとさ、上白糖やさ、えー、三温糖と同じように使ってください。和菓子、洋菓子作りやご家庭の料理の調味料に使ってもよし、えー、コーヒーや紅茶、ヨーグルト、ほんと砂糖のように使えるということね。ベビー用あ、ベビー用じゃないわ。ベビー印か。うん 買ってみたわ。だからこれを使ってきなこ餅にしようかなと思って。この砂糖をさ、これだけでちょっと食べてみたいなっていうのあるよね。どんな感じなのかね。大阪で作られております。和三蜜と、うん。まあ 200g なんでそうは使わないと思うけどな。まあ買ってみましたんでお試しでね、使っていこうと思います。なんだかんだ尺が出たな。うん。 取れたな7分ぐらい,いってるもんなじゃあ,あの後編でちょっとチョコレートもらったチョコレートたちを紹介しようと思いますご視聴の方ありがとうございました続きます